私は AO2 機に落ちて、1週間後の12月の中頃に KOSFC に情報で受験することを決め、そこからの2ヶ月間で総合政策学部に合格しました。情報での受験を決めるまでは、英語、国語、日本史という早稲田向けの勉強をしていたため、情報も小論文も全く触れたことがありませんでした。そんな状態から勉強を間に合わせて合格できたのは、合格までの最短ルートを的確に指示してくれた毎日学習会のおかげです。実際に私が2ヶ月間で言った情報と小論文の対策について書いたので、よければ参考にしてください。私は普通科高校に通っていたため、情報についてはほとんど初学でした。基本情報技術者試験の参考書をメインに勉強を始め、参考書の全範囲の学習が終わったのは2月の初めでした。毎日電話で情報の先生に疑問点を質問して解消しながら進めていたため、参考書は1周しかできませんでしたが、過去問を解いてみると戦える程度にはなっていました。そこから残りの2週間でひたすらに過去問を中心とした演習をしていき、入試前に時間を計測して解いた2019年度の過去問題では合格ラインを超えることができていました。そのおかげで本番の総合政策学部では焦ることなく、最後の苦手なアルゴリズム問題までたどり着き、余裕を持って落ち着いて回答することができました。 KOSFC の情報試験は専用の参考書がない上に、知識問題から思考力を要求されるアルゴリズム問題や数学の要素が含まれる問題まで幅広く出題されます。その上、まだ5年間しか行われていないため、傾向をつかむのも難しく、決して簡単ではありません。しかし、KOSFC の高難易度な英語や数学とは違い、しっかりと取捨選択をして無駄のない学習をすれば短期間でも合格するチャンスのある試験だと思います。もし私と同じような状況で、KOSFC にどうしても入りたいのであれば、チャレンジする価値はあると思います。小論文については、12月末から毎日過去問の演習をしていました。一般的な塾だと1週間に1度だけだったり、添削までの時間が開いてしまうことが多いため、毎日添削してもらえるのありがたかったです。1月の初めの10日と直前期は東京まで出向き、講習に参加して指導してもらい、それ以外の時は電話で添削をしてもらっていました。1月の中旬まではどんな題材が出題されても対応できるように、時間は気にせずに毎日過去問を 2,3 年分解いていました。1月末からは時間内に解くことを意識して毎日 1,2 年分の過去問を解いて対策していました。合計で受験までに2学部合わせて60年近くの過去問を解いていたため、小論文では負けないという強い自信につながりました。本番でも両学部ともに20分から30分ほど余らせて回答でき、しっかりと論理の矛盾がないかを確認して提出することができました。 KOSFC の小論文は他の小論文に比べて圧倒的に資料が多い上に、特に環境情報学部に関しては設問がユニークなものが多く、普通の小論文の対策では時間内に回答用紙を埋めることで精一杯だと思います。他の多くの受験生は他の大学や学部の勉強もしているので、KOSFC の小論文の対策をする時間をそこまで多く取ることはできないはずです。だからこそ、それをチャンスだと捉えて、小論文でしっかりと高得点を狙い、差をつけることが合格への近道だと思います。また、私のように直前まで全く小論文を書いたことがない場合は、講習に参加して1日に何本も書くことを強くお勧めします。最後にですが、小論文の学習において最も重要なのは最後まで書き上げることです。最初は難しいかもしれませんが、しっかりと1日1つは書き上げて、先生方に添削してもらうことで、だんだんと書き方やスピードが身についてくるはずです。先生方のアドバイスをしっかりと取り入れつつ、サイトでも紹介されている5ステップスという小論文の書き方を自分のものにしてください。書き方を身につけ、過去問をしっかりと解いていけば、当日どんな問題が出ても焦ることなく回答できるはずです。最後の最後まで諦めずに頑張ってください。 KOSFC で待ってます。